六本木クラブ襲撃事件とは、2012年9月2日に、日本の東京都港区六本木で発生した殺人事件、六本木五丁目雑居ビル飲食店内殺人事件、六本木クラブ集団暴行死事件とも、2012年9月2日午前3時40分ごろ、東京、六本木六本木共同ビルに会員地するクラブ、フラワーにおいて、来店客の男性が、 金属バットを持って店内に乱入してきた10人ほどの目出し帽姿の男らによって袋叩きにされ男性は後に死亡が確認された。死因は頭蓋骨損傷による失血死または脳幹部損傷とみられた。他同席していた友人2名も殴られ軽傷を負うに至った。事件当時、店内では 音楽イベントが開催されており、大音量の中で500人から600人の客が言い合わせたものの、VIP ルームでの出来事であったことから、ほとんどの客が事件に気づかなかった。男性3人、女性2人の、計5名と共に主席にあった被害者男らは、無言で、吸収、およそ1分間にわたって、集団で一方的に暴行を加えていた。事件後、男らは、 ワゴン車2台に分乗し、東京、東山都市方面へ逃走。さらに同市を経由し、埼玉県内へ逃走した。暴走族グループ、関東連合と他グループとの対立構想に絡んだ、人違いにより起こった事件とされている。2010年の朝小流事件及び、海老蔵事件などと並んで、関東連合が関与した著名な事件のうちの一つとなっている。 2013年に警察庁による新規定準暴力団が新設されるきっかけとなった事件でもあった。この事件の一影響として六本木の町の勢力図に異変が生じたとも言われる。事件発生後の9月7日、被疑者グループが映った防犯カメラの映像と被疑者5名の写真を警視庁が公開。映像には 木脱死亡姿の男らが金属バットを手に持ち歩く様子などが映っていた。この公開映像に対し、暴走族グループの関東連合元メンバーらの関与を指摘する情報が寄せられ、さらに、犯行後の逃走に使われたワゴン車2台のうちの1台が関東連合元メンバーが役員を務める東京都内の会社の名義であったことが判明、同社を殺人容疑で家宅捜索。 10月に入り、事件後に店名を解明して営業していたクラブの経営関係者ら8人を同店の無許可営業容疑で逮捕した。12月、警視庁は麻布警察署に捜査本部を設置。刑事部捜査第一課に加え、組織犯罪対策部からも人員を投入。捜査本部は狂気準備集合容疑で17人の逮捕状を取得。 2013年1月9日に捜査本部は詐欺罪などで後半中の石本大地及び前年12月9日に出頭し事情聴取していた2名の逮捕状を取った。他一部メンバーが事件後に韓国や中国、ハワイ等に出国していたため外務省が前年12月19日に旅券編の命令を出していたが1月10日に帰国した。 数名を含む関東連合関係者8名を逮捕。その後、21日までに関東連合 OB 並びに関係者らが計18人逮捕された。事件の主導役と目されフィリピン潜伏中と見られる関東連合元メンバーが2013年2月21日に警視庁から殺人や狂気準備集合などの疑いで指名手配され、同年2月22日に 国際手配された。現在も警視庁により、指名手配されていると同時に、国際刑事警察機構より、国際手配されている。2013年1月31日には9人が、殺人容疑で再逮捕。が、集団で殺害した場合は、殺意の立証が困難と判断し、東京地方検察庁が殺人罪の適用を見送り、傷害致死罪で起訴する方針を固めた。 三人が処分保留で釈放され、十五人が狂気準備集合罪で起訴され、狂気準備集合罪で起訴された十五人中九人が傷害致死罪で起訴されている。この事件では合計19名に逮捕状が出るに至った。事件の首謀者とされる人物を除く十八名が2013年までに逮捕されている。起訴状によれば、 現場となったクラブに実際に押し入ったのは9名で、直接手を下したのはそのうち6名。現場で実行犯となった人物の証言によれば、19名中、関東連合の元メンバーは、主犯格と石本とその人物を含む5名。19名中ほとんどのものは、関東連合の元メンバーではなかった。警察当局の当初からの見立てでは、この事件の加害側関係者には、 暴力団の山口組系、行動会や山口組系、山県組に席を置く関東連合の関係者らが含まれていた。その点から警察当局が注目したのが同じ山口組でも異なる系列の組員さえ動かす主犯格の関東連合内外に対する牽制であったという。主犯格は中学時代は学年トップで高校は 主席で入学した優等生だったものの、暴力的な性格から、異端扱いされていた。対立相手をンプなきまでに叩きのめすことから、インターネット上やメディアの中で、残虐王子と呼ばれており、また、ジェノサイドと称して襲撃した先で、違うかもと思いながらも、無差別に人に襲いかかるなど、本事件につながる一面もあった。被害者の男性は、東京中野区城。 高田在住の31歳の飲食店、経営者だった。長野県出身で、大学中退後、塗装関係の営業職から東京、公園寺のキャバクラの防衛を経て、やがて複数のキャバクラ店舗を経営するようになる。実験当時は、東京、杉並区内でキャバクラを経営するとともに、渋谷区内で、ガールズバーと焼肉店を合わせた業態の店を経営していた。 事件に絡み、手広く飲食店を手掛けていたことから、加害側にあたる関東連合と何らかのトラブルを抱えていたのではないかという噂が流れもしたものの、関東連合 OB の柴田大輔によれば、実際には関東連合との接点はなく、トラブルとなるような事柄もなかった。一部のインターネットの掲示板上などでは、在日韓国人説なども流布し、 それを事件発生の原因と関連づけるような内容の風説が流れたものの根も葉もないご情報であった。事件現場となった六本木五丁目のクラブフラワーの常連客で来店の際にはいつも同じ VIP 席に座っており、事件当日は予約した上で VIP のソファ席にて友人男女5名と主席を共にしていたという。取り調べに対し被疑者の一部が人違いであったと。 供述。背景として、関東連合 OB らの証言によれば、2008年に主犯格の誕生日にあたる3月16日、ある男性が東京、西新宿の路上で襲撃を受ける西新宿事件が発生。金属バットで武装した集団による、その襲撃で死亡するに至ったその男性は、関東連合の関係者で、グループ OB は対立グループを率いる。 元暴力団幹部を犯人とみなし行方を追っており、その幹部と被害者の特徴が似ていたことから被疑者らが勘違いして襲撃を計画した疑いが持たれた。ライターの鈴木智彦が週刊文春2013年1月号市場でいち早くこの人違い説を発表。逮捕された関東連合 OB のうち数名は逮捕。 前の任意事情聴取の段階で人違いによる襲撃であったことを示唆する供述を行っており、捜査本部も捜査の過程で人違いによる犯行と断定するに至った。この元暴力団幹部は少年時代西新宿で撲殺された男と同じギャング集団に兄と一緒に所属していた人物であった。柴田の記すところによると、事件以前より関東連合に敵対視され、 その行方を必要に追われながらも唯一関東連合に制圧されない勢力を築き引いていたのがこの兄弟であった。その敵対関係は事件に至るまで10年以上にわたって継続していたもので、普段の日清塾の事件はもとより東京都内の各所で暴力事件を伴う衝突を繰り返していた。日本人と東南アジア系のハーフと言われるこの兄弟の弟は 山口組極真連合会計暴力団を波門となった人物で単発に浅黒い肌、はっきりとした目鼻立ち、屈強な体格、そして当時の怪我が原因となっての片足を引きずるような歩き方という外観的特徴が当時フラワーの従業員であった人物に伝えられており、被害者の男性も当時怪我で片足を引きずっていたことがこの旅の人違いを生む要因となった。 2013年8月9日、東京地方裁判所の木沢智奈夫裁判長は、狂気準備集合罪のみで起訴された6人に、懲役1年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。前科がないことや、従属的立場だったことが考慮された。障害致死罪で起訴された残りの9人は、裁判員裁判で審理されることになり、木沢裁判長は一人に、懲役15年、 4人に、懲役13年、1人に、懲役12年、石本に、懲役11年、1人に、懲役10年、1人に、懲役8年を言い渡した。2014年4月22日、東京高等裁判所は、遺族に弁償金を支払ったとして一審を破棄し、一審で、懲役15年、懲役13年、懲役12年を言い渡された3名に対して、 それぞれ2年減刑し、懲役13年、懲役11年、懲役10年を言い渡した。2014年12月18日、東京高等裁判所は、一審判決は、石本の責任を過小評価したとして一審判決を破棄し、石本に懲役15年を言い渡した。2016年6月15日、最高裁判所第一小法廷は、 石本の上告を帰却し、石本の懲役15年が確定した。本件と犯行対応が類似した、同じく関東連合の関与が疑われた事件がある。事件の翌年にあたる2013年に、関東連合の元幹部にあたる柴田が、事件の背景を詳細に記したノンフィクション書籍、いびつな絆関東連合の真実が宝島社より、出版された。ベストセラーとなった、 この書は事件の容疑者2名の初公判にも多大な影響を与えたという。2014年には事件の加害者側と本来の標的側の双方と長年にわたり近しい関係にあった売田淳氏が事件の背景についてを記した遺書関東連合崩壊の真実とある兄弟の絆が大田出版より出版された。容疑者のうちの1名にあたる石本が 事件についてを交流中に記した、半生六本木クラブ襲撃事件、逮捕からの700日も双葉社より同年に出版されている。ありがとうございます。